皆さんこんにちは、谷口信輝です。今回の信チャンネルはですね、こちら A91 でいいのかな、 A91 スープラです。スープラが新しくなりました。で、何があってとこになると思うんですけど、こちらのスープラ、皆さん待望のマニュアルミッションが出ました。はい、あのね、スープラが出た時にマニュアルは出ないのかと誰もが思ったと思うんですけど、トヨタさんがついにその皆さんの希望に応えてくれまして、発売が先日発表されました。今まであるスープラ、オートマのスープラとほぼ一緒なんですけど、まあ、マニュアルミッションであるっていうことと、足回りの仕様が若干違うらしいです。何が違うかは言ってくれませんけど、今売ってるアウトマのスープラとは若干仕様が違うらしいです。はい、というところのね、今日この、マニュアルミッション、6速マニュアルミッションの積まれた、スープラに乗らせてもらえることになりました。さあちょっと見てください、インテリア、あそこに我々の大好きな棒がありますよ。棒がマニュアルミッションです。1,2,3,4,5,6 と、そして、ローバック、ね、こっちに押して前やるとバック、マニュアルですよ。あのね、僕的に1個だけ残念なポイントがある。サイドブレーキがこれこれ走りながら使えないやつだからね、ここに棒が欲しかったけど、でもマニュアルです。さて今から、こちらのスープラをね試乗するわけですけど、折戸さんを発見しまして、折戸さんをね、ちょっと映らないかもしれないけど、折戸さんと一緒に乗ってきます。よし、では、マニュアルの91スープラ試乗していきます。皆さん待望のマニュアルですよ。いよいよ出ましたね。出ますね。スープラオーナーの折戸さんとしてはどんな心境ですか？いや、僕はもうめちゃくちゃ興味を持ってるんで、うん、オーダーしちゃおうかと思ってます。もうすでに、はい、やっぱマニュアル乗りたい。いや、どうせスープラを愛するんだったらマニュアルの方がいいかなと思ってですね、うんうんうん、ちょっと考えてます、はい、っていうかもう考えました。決めました。すでにシフトノブが可愛い。かわいいね。かわいい、丸くて、この今回内装もこのタンカラーって言って、うん、ちょっとこうね大人っぽいカラーなんで、そういうところもね気に入ってるんですよね。おお、渋い、さすが大人の男、うんうん、まずはノーマル状態です。はい、まあやっぱりさすが350馬力ね。もっとあるのか、350だっけ、もっとあるか、387馬力じゃないの。か、早いな。今は電子デバイスが全部生きてるんで、でも前のね90とかだとあの状態じゃすぐ入っちゃうんだよね、もう。あ、そうなんだ。懐が深くなってるね、この 100R とかも。確かに全然なんか自然な感じかもね。聞いてないもんね、うん、すごい G です。あ、うまいこと聞いてる。姿勢がいじられないね、うん、さあそんなことでとっとと切っちゃいましょう。だから素の状態で結構だからその性能がしっかりしてるんだね。足が多少違うらしいの。多分四輪の接地感が相当高くなってるんだよね。うん、こういうとこはもう抜けないもんね。シフトは、うん、もうみんながよく分かってる感じの、別に特別な感じはなく、はい、とてもやりやすい。だから、なんか新しい機能があるわけではないですね。でもオートグリッピングはついてるんですよね。あ、そうなの。やってみようか。あ、本当だ、ついてるでしょ。本当だ。そう、これここでオンオフできるの。オートグリッピング付きなんですよ。あ、ここでね。そう、徹底でこう変えられます。なるほど。ありとなし。これは楽だね。うん、ヒール&トゥーができない人には朗報ですよ、はい、ヒール&トゥーはいらないです。入りはすごくいいし、手応えもいいですね。これ今
6速だよね。6速です。200結構出てるからやめよう。いいよ割と。ほらこういうところもリアの抜けが全然ないもん、うん、今までの方がこう抜きやすい。もうキュッキュッと、もうデフのなんかセットとかいろいろのが、うん、足が浮いちゃう感じだったんだよね、イン側が。うん。もう弱アンダーステアで。トラコン入ってないけど、むしろやっぱりあのさっきがあんまり邪魔しないと思ったのは限界が高いわけですね、これ。限界が、車自体の限界が高いんですよ。ローギアになったらしいんですよ。あ、変わったんだ。 3.4 になったって。あ、そうだよね、これ5速入るもんね。うん、ファイナル変わったのね。前ちょっと乗らせてもらった時ちょっとロングだなと思ったんだよね。ちょっと滑らしてみようかな。2かな。微妙な、こういうところもあれだね、ちょっとやっぱ後ろから押していく感じになったもんな。なんかね、トラ君が効いてるような。トラ君が効いてる、ちょっと若干。スポーツ、スポーツ、スポーツ、これギアシステム、これがブリッピングのやつだね。そうそうそう、これもう基本これの状態で問題なしですね。 OK、 4にしてこう3にもう吹かしてくれる、ありがたい。いや、足が懐深くて限界高いな。この辺前の車はすごいオーバーステアだったんだけど、この車どっちかとちょっと後ろが沈んで粘る感じが出てるね、うん、そうですね。後ろには結構安心感がある、うん、だいぶセットアップが変わってますね。吹かさなくていいからラフチェーン。足がよく動く。動くね、粘るね、めちゃくちゃ粘る。あ、やっぱりそうだそうだ、さっきのレベルだと後ろが勝っちゃうんだ。ドリフトができますよ。いや、素晴らしい。基本はやっぱり結構後ろの限界が、うん、今までのスープラと比べて全然高い。ノーマルで遊べるね。いや、ありですね、マニュアル。サイドブレーキはないけど、確かにね、クラッチが使えるから。ああ、そっか、ちょっと楽しみが増える。これでもやっぱドリフト中にブレーキ踏むとやっぱつままれちゃうんだよね。そうだね、やっぱ ABS はあって、あの、いや、でもね、パワーは、うん、後ろはつままれてないね。なるほど。多少ブレーキングドリフトするときに、うん、ちょっとカッカッカッとなるけど、うん、返し行けるかな、 B コーナーの。まず1個目が流せるかな。おー、行った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 。
敗した失敗した失敗した。すごい煙上がってました。すごくいいですよ。すごく横に乗っててもすごくシャーシーの変化がマニュアルだからやっぱね楽しめるね。もちろんあの普段快適に乗るため乗るだけだったらオートマの方が絶対いいと思うけど、でも遊び心はやっぱりこっちの方が あるね。さあということで、発売前のマニュアルミッションのスープラに乗らせていただきましたが、我々みたいなマニュアルが好きなおじさんからするとね、ああいう大排気量の FR スポーツ最高だね。でノーマルなのにまあまあこうね自由に遊べる、これはね気に入りました。発売が楽しみです。興味のある方はぜひどっかで乗ってみてください。というわけで今回はここまで。また来週。